文法に合わせて花を咲かせよう。金龍編の管理方法、切り花を巣箱に設置。2月の上旬に部屋の中に入れた金龍編です。切り花にして使用します。満開になってます。全部で10本近く花芽が出てます。これはミスマフェットです。2月の中旬に部屋の中に入れました。今月3月の終わりに咲く予定です。少しずつ花を咲かせることによって常に巣箱に誘引の花を置くことができます。その目的のために時間をずらしながら部屋の中に入れるようにしています。部屋の中での管理は霧吹きで撥水といって葉っぱと花に水をかけます。こうすることによって葉から水を吸収します。部屋の中の管理は基本的には撥水がメインで、1週間に1回ぐらい少しだけ水を与えます。はい、部屋の外の金龍編です。まだ花芽です。これは3月の末に部屋の中に入れます。部屋の中に3月の末入れると4月の中旬から後半に花を咲かせます。ちょうど分苞が終わる時期です。時間差によって部屋の中に入れることによって常に花を咲かせるようにしています。空き缶にキリで花を開けます。そしてその穴を金龍編の茎が入るぐらいの大きさに広げます。はい、そして針金をこれから切ります。で、この空き缶の縁に沿って針金を巻きます。巻く時は穴の位置も注意しながらギュッともう手で巻いて大丈夫。はい、こんな感じです。切った水を中に入れます。はい、金龍編を根元から切ります。はい、そしてこの茎をこの穴に差し込みます。これで出来上がり。切り花にするのは金龍編は実がなると金龍編本体の株が傷んでいきます。切り花にすることによって株を傷めないで、たくさんのルアーというか仕掛けを行うことができます。はい、そのまま6ミリの板を入り口方向だけに、かませます。これで待ち受けを行います。はい、金龍編を設置します。金龍編は入り口の部分に、なるべく相撲にかかるように設置をしていきます。いい場所を決めて、で、ネジを止めます。
簡単です。なるべく指紋にかかるように金量円を設置します。しっかりこれは固定してください。ということで金量円の切り花の設置が完了です。金量円の販売も行っております。サロンで待っとうとよ。ご視聴ありがとうございました。